LBL 代表のジェイアンこと笹内です。今回は、3年ぶりに、開催するにあたって、まあね、あのいろんな緊急事態宣言とか解けたけども、まだ各ライブハウスにね、お客さんが戻ってこないっていう現実も僕も知ってますし、そんな中で、こんだけ集まっていただいてありがとうございます。今までのね、LBL の活動履歴と、ほんでこのライブの一番最後にみんなでイマジンを歌おうっていう出演者全部上がってねやるんだよ。でイマジンも新井さんが歌う日本語のやつと、普通の英語の歌詞と、各テーブルに置いてます。それをまた見て、あの活動履歴とかも見てください。それとあと、4バンド出るんで、もうアンコールなしです。各バンドやりきって終わりますんで、その辺を、ご承諾いただければありがたいと思います。では、それでね、入り口の方に、全額寄付のアクセサリー、ね、先ほどもいっぱい買っていただきましたけども、アクセサリーと、新田さん、CD、もう2015年亡くな、17年か亡くなったんですけどね、残ってる CD はもう全部 JR の LBL に寄付するから、その売り上げは全部寄付してくれって言われて、ありがたいことです。ありがとうございます。では、最初ね、この前オーティスブルーで見せていただいてね、ものすごいすごいええ感じのバンドでめっちゃ気に入って、山本さんにオファーしたり、ね、今回ね出演、まあ、もちろんあれ全部ノーギャラでやってもらってます。感謝します。愛し合うのは簡単なはずなのに、抱きしめるのは難しい。Oh,
と燃えてあがる。知らずのうちに君を好きになって知らずのうちに夢を見ていた知らずのうちに君の名前を覚えて知らずのうちに街を歩いて飲むぞ。